しげしげチャンネル。どうも、しげしげです。本日はペルソナコラボ第2弾の情報が公式ページに上がっておりましたので、こちらを見ていきたいと思います。コラボ第2弾ですが、7月27日月曜日の10時から復刻いたします。8月10日の9時59分までということで、まあ2週間ぐらいかなですね。27から10だと2週間ぐらいですね。2週間ですね。はい、ということで、まあ新キャラクター参戦ということで、まあニューマークのついているキャラと、新たに進化が追加されたキャラを見た後に、既存のキャラクターの能力調整も入っておりますので、そちらを見ていきたいと思います。その前に、このガチャなんですけれども、石5個のガチャになっておりまして、結構みんな能力高いので、金卵でもね能力高いので引くべきだと思います。前回結構引いててほぼほぼ持ってるって方は、もしかしたらこの新キャラクターだけ交換で狙ってって感じでいいのかもしれませんけども、まあ何はともあれ、ほとんどの人が結構引いていいガチャだと思ってます。では性能見ていきましょう。すいません、ペルソナに関して全く原作を知らないので、名前の読み方とか間違いがあったら本当に申し訳ありません。先に謝っておきます。塩見さんかな、塩見さん、新キャラの塩見さんなんですけども、変身キャラです。変身前の覚醒スキルですが、スキブ2つで封印1個で回復強化2個、変身前で封印耐性持ってるのかなりポイント高いですし、スキブに加えてスキルも威嚇なんですよね。なんでまあ実質スキブ4みたいな使い方ができる、だいぶ編成しやすいと思います。で、12ターンで変身していくんですけれども、変身後がこちら、強いね、強いです。なんかすごいすごい大雑把なことを言うと、まあ火力の出る超転生アマテラス、まあ属性的にもね、アマテラスは光火ですけど、これ火光ってことで、まあ最近のそのヒッパが強化されていく中で、アマテラスって、まあ、種属性光ですけど全然入ってきてたんですよね、そのヒッパの中に。まあそれの代用っていうか、まあかなり上位互換、使い方によっては上位互換になってくるのかなという性能をしております。回復強化3つに加えて無効貫通2個で、攻撃と悪魔っていうね、まあいいとこのキラー持ったよね。でバランスタイプっていうのもね、ポイントで好きなキラーを振ることができます。でスキル8ターンで使えるもので、全ドロップを火光回復、まあ、回復込みの3色陣に変換で HP を割合回復します。 20% 回復した後にバインドと覚醒無効状態を5ターン回復ということで、まあアマテラスが、まあアマテラスと比べてばっかで申し訳ないんですけど、アマテラスさんには、アマテラスさん申し訳ないです。4ターン回復なんですよね。まあ5飛んでくることが多いと思うんですけど、まあ、回復しきれないっていうところがアマテラスだったんですけど、この塩見さんに関してはしっかり回復しきれるといった感じの性能ですね。でリーダースキル、火属性の攻撃と回復が2倍、 HP80% 以上でダメージを半減、火を5個以上つなげて消すと攻撃力8倍の固定1ダメージとなっております。まあ HP 倍率はないけど 80% 以上半減がついてたりね、まあ固定追撃もあるので、倍率16倍出て回復2倍あってさ、うん、結構、まあ、火属性の強いリーダーいないよって方は、もしかしたらこのキャラ使っても全然いいかもしれないですね。でアシスト進化もあります。属性強化2個、ドロップ強化2個で、暗闇お邪魔、攻撃強化、もうなんかすげえヒッパーを強化してくださいっていう感じの覚醒スキルが詰まってるんですけども、スキル16ターンで使えるもので、2ターンの間チーム内の火属性強化の覚醒1個につき攻撃力が 50% 上昇、再下段横一列を火ドロップに変化、まあエンハンスをかけながら火ドロップを5、6番面だと6個ですか、もうねボスをね無効貫通でぶっ飛ばしてくださいみたいな感じですね。盤面に3つあればそれで9個になるんで、エンハンスも2ターンなんで、まあ、ボスの連戦とかね、まあ、メノアとかが分かりやすいと思うんですけど、進化前も硬ければ進化後も硬いみたいな、まあ、メノアの場合は2パンが必須か、まあ、どちらにせよそういうね2回連続で火力出さなきゃいけない瞬間とかでも大活躍するような性能をしております。はい、続きまして足立さん、このキャラめちゃくちゃ注目してます。なぜかというと、まあ、変身前がコンボ強化2個っていうねキャラなんですけど、6色陣を打ちながら18ターンで変身していきます。変身後がこちら、
超コンボ強化、指が1秒分で、神、悪魔、マシン、攻撃、体力、回復、キラーを持ちながらバインド耐性を持っているっていう、まあアテンをね彷彿とさせるような性能をしてるんですけども、まあ悪魔タイプを持ってるってことで、そのデビルメイクライコラボの時にルシアっていうちょっと強いキャラが出てきて、まあなんでそこまで流行んなかったかっていうと、まあアテン入んないじゃんっていうのがあったんですよ。でそのアテンに近い性能の悪魔タイプを持っている足立さんっていうキャラが出てきたので、まあこのキャラと同時にねルシアもまた評価が見直されるんじゃないかっていうところで、僕はすごく気になっております。ただまあアテンと比べてしまうと7コンボ強化とか、あとドラゴンキラーとかもないので、まあ刺さらない敵は言っているかなとか、火力を完全に比べちゃっていいのかなっていうところはあるんですけど、まあ自分自身のスキルもね2ターンで悪魔 1.5 倍エンハを持ってたりするので、なかなかに強力だと思います。でなんならリーダースキルもね悪魔2倍の7コンボで軽減の4色で18倍の固定1ダメージ持ちということで、リーダー運用も全然できると思います。それこそねルシア確保しておいた方はルシアと組み合わせてもいいのかなっていう感じはしてますけどね。はい、でアシスト進化後がこちらです。スキブ80倍以上強化、毒攻撃ということで、まあスキブと80倍以上強化の組み合わせは結構欲しいですよね。スキルも12ターンで使えるものなんですけど、敵全体に30万の固定を飛ばしながら3ターン闇属性の3倍エンハということで、まあ溜まっちゃっても腐らないようなスキルを持っております。はい、続きまして星5の新キャラですね。芹沢さんであってるかな、まあかすみさん、ひらがなの方読んでいくんですけども、このキャラが、これ石5個のガチャっすよ。覚醒やばくない？バインド効きません。スキブ2あって、操作負荷素で持ってて。で、悪魔、マシンキラー。まあマシンキラーとかね、特に最近シュラで刺さっていきますけども。に加えてコンボ強化2個。で、スキルも7ターンで使えるもので、消せないドロップ状態全回復してからの陣。火、水、光、闇回復。まあ木以外ですね。のスキルが7ターンです。まあさすがにね金卵のキャラなので、リーダースキルはそんなにちょっとパッとしないような感じはしてますけども、超覚醒でまさかのお邪魔の完全耐性を持つこともできるっていう、かなり強いですよこのキャラ。金卵でさ、しかも石5個のガチャでさ、これは強いよ。まあもう初心者の方から上級者の方まで全然使うと思いますこのキャラ。はい、続きましてさくらさん、さくら双葉さんかな、こちらのキャラなんですけども、このキャラも金卵ですね、星5。スキブ3つ、封印耐性あって、指が1秒分。で、L 字があって、無効貫通あって、バランスキラー、攻撃キラー。素晴らしいですね。金卵にしては本当に強い。で、何が素晴らしいかって、まあ、スキルが一旦威嚇も持ってるので、実質スキブ4みたいな使い方をすることもできますし、全ドロップ強化に加えて、さらに消せないドロップ状態の全回復もついていて8ターンです。強いよな、スキルが強えわ。でさっきの芹沢さんと同じで、リーダースキルはそんなにパッとしないんですけども、超覚醒で、まあ、バインド耐性を持つこともできるし、さらにキラーを尖らせることもできます。バランスキラーを2つにすることもできるし、攻撃キラーを2つにすることもできるということで、まあ、金卵なんでね1体は絶対確保しておきたいキャラであると思います。はい、そして第1弾からいた結城さんにですね、転生進化が追加となりました。まあ、バインド効きません、スキブが2個あって、封印があって、指が1秒分、まあ 0.5 あって、スキルチャージで、コンボ強化3つに加えて超覚醒で、まあ無効貫通かガードブレイクかな、追加攻撃はちょっともったいないですね。まあ単色パに近いような形で運用するなら無効貫通だし、まあ多色パで使っていきたいならガードブレイク選べますね。でスキル14ターン、まあ若干重いですけど、全ドロップのロックを解除して6色陣からの HP と消せないドロップ状態を全回復、消せないドロップ状態の全回復続々と登場してますね。リーダースキルが火、水、光の同時攻撃でダメージ 60% 軽減、攻撃力が5倍、6コンボ以上で攻撃力と回復力が3倍ということで、まあ火、水、光の指定色かって考えると若干使いづらそうな感じはしますね。結局火、水、光なかったら軽減もかけられないっていうキャラにはなってしまうので、まあそこを気にするなら76のリーダーと組み合わせてあげるのが一番いいのかなとは思いますけどね。はい、そんなキャラです。でアシスト進化後、武器がこれはさっきの
ヒパめっちゃ強化しますみたいなアシスト武器とは違って、水パめっちゃ強化しますみたいな、まあ最悪水パじゃなくても全然いいんですけど、水の泥強2つと暗闇2つとお邪魔2つと HP 強化で、スキルも全然悪くないです。溜まっちゃって問題ありません。15ターンなんですけども、3ターンの間受けるダメージを激減、まあインドラみたいな、まあ転生前のね普通のインドラみたいな感じに加えて、3ターンの間ドロップがロック状態を落ちてくる、まあ遠回しにルーレット対策みたいな、そんな感じの性能です。で、鳴神さんも転生が追加されております。こちらバインド効きません。スキブ2個あって指が1秒分で、封印耐性1個あって回復強化2つからの無効貫通3つ、まあバランスタイプなんで行くところによってキラー振ってもいいですし、超覚醒を見ると神キラーも持つことができます。まあ暗闇の完全耐性だったりね、回復特化にさせることもできたりしますね。いろんなところで使えそうですね。で、スキル1ターンの間敵の防御力が0、光属性の攻撃力が2倍、ランダムで光ドロップを9個生成、まあいろんな要素がギュッとなって11ターンっていうね。まあロックドロップがない状況で敵がマイティガードとかしてなかった時は、もう防御力は0にするわ、エンハンスで無効貫通いけるわで結構強いスキルだと思うんですけど、その瞬間がきっちり訪れるかどうかはちょっとわかんないですね。はい。で、リーダースキルなんですけども、光属性の HP と攻撃2倍、ドロップ操作を2秒延長、光を6個以上つなげて消すと攻撃力8倍の固定10万ダメージということで、だいぶ使いやすいリーダースキルかなと思います。なんか普通の攻略でもいける、周回でもいけるような、なんか平均的なっていうと変かもしれないですけど、なんか無難な悪くないリーダースキルしてると思います。はい。で、アシスト進化後、こちらが強い、これは欲しいやつ。スキブ武器でありバランスキラー武器です。で、スキルも9ターンで1ターンの間ドロップ操作を2秒短縮ですけど、まあ指の激減とかを食らっちゃうと 75% 減だったりするんですけど、まあそれを2秒短縮まで減らすことができる、上書きすることができると。で、それをやりながらなおかつダメージ吸収無効のスキルも込みになっておりまして、その上で9ターン、まあ早いターンのね、このね吸収無効のスキルの武器でいうと、まあ、上杉とかめちゃくちゃ強い、なんか代用というか近いところのはありますけども、まあ、バランスキラーを持てるっていうところで差別化というか、上杉はお邪魔なんで、まあ、確保しておきたいですね、これに関しては。はい。続きまして、アマミヤだっけ、すいません、本当に読み方すいません。バインド耐性持ってて指が2秒分優秀ですね。で、封印耐性あってスキブプラスで、コンボ強化3つからの追加攻撃、まあこちらもかなり無難というか普通に優秀な覚醒スキルを持っておりまして、超覚醒でガードブレイクを持つこともできるし、 L 字もしくは雲を持つこともできます。まあパーティーによってだとは思うんですけど、ガードブレイクつけとけばとりあえず最近の、まあ、高防御の高難易度に連れていくこともできるのかなとも思いますね。で、スキル11ターンで使えるもので、敵の行動2ターンを遅らせる、バインドと覚醒無効状態を全回復。さすがにね、ここに消せないドロップ状態の回復はついてこなかったんですけど、最近の高難易度、それこそね、ウラシュラとか、威嚇刺さる敵って言っているんですよね。例えばミストルテインとか、刺さるところあるので、まあ普通に優秀なスキルだなっていうのが感想です。で、リーダースキル、3色以上同時攻撃で攻撃力3倍、4色以上で固定100万。まさかの4色固定100万持ちになりました。で、回復の2コンボ以上でダメージを半減、攻撃力が5倍。まあなんで回復を2コンボしながら3色は決めなきゃいけないんですね。4色が必要なのは、まあ固定抜きたい時とか、根性持ちとかが出てきた時。まあ保険でね、回復ドロップ作れるキャラを編成したい感じはありますけども、まあ15倍出せて、で半減持ってて固定100万追撃を持ってるっていうところだけ見ると、本当に強いリーダースキルを持ってます。はい、続きまして、アシスト進化武器ですが、指が1秒分、で闇の泥鏡3つ、で攻撃強化と。こちらのスキルに関しては、まあ、12ターンで使えるものなんですけど、敵の行動3ターン遅らせる。で、回復ドロップを闇ドロップに変化ということで、これ持たせたら回復消しちゃうんで、まあ溜めない方向性でいいのかな。まあ威嚇が刺さればね、回復ドロップを闇に変換して、まあ温存しといて新しく回復呼んでみたいなことはできますけども。まあそんな武器ですね。はい、続きまして、エリザベス。このキャラに関してはアシスト進化武器のみ追加されております。追加攻撃武器ですね。で、回復強化を持ってて攻撃強化もあります。スキルが強い。
24ターンってちょっと重いんですけど、2ターンの間回復力とドロップ操作時間を 1.5 倍、回復も指も伸ばせる。まあこっちの使い道でもいいですし、その下2ターンの間ダメージ吸収と属性吸収を無効化。まあリーチェのような、だからもう裏劣化とかでボスの読みドラとかあの辺を相手にするのにちょうどいいスキルかなって感じですかね。はい、それでは進化情報&能力調整見ていきましょう。この辺は先ほど見たので飛ばさせていただきます。ここも見ましたね。転生には仮面、アシスト武器には宝玉をそれぞれ使います。でここからがスキルを調整、まあ、既存のキャラのスキルの調整になるんですけれども、エリザベス、このキャラが HP バインド覚醒無効状態も全回復できますと。で、1ターンの属性吸収無効だったものが2ターンになっていて、なおかつスキルレベルが縮まっていると。まあもろもろ回復しながら属性吸収も無効化できる。まあいいスキルですよね。ベース12ターンでこれ持ってるって。まあ編成するかどうかはさておき、優秀なスキルだと思います。で、この辺は星5のキャラですね。スキルレベルがそれぞれ2ターン、3ターン、4ターン縮まってます。で、新島さんに関してはブレスが80倍から150倍に伸びて、スキルレベルのターンが3ターン縮まっていると。まあ変換を兼ねてるっていう若干特殊なところから、この短いスキルターンからももしかしたらランダン周回っていうのが脳裏にちらつくので、しっかり持っておきましょう。で、明智さん1ターン縮まって、ここからドロップキャラですね。ピクシー3ターン縮まって、ジャックフロスト6ターン縮まって、アギダインが2ターン縮まったと。アギダインね、これね、1回目のコラボの時、まあやってなかったとか取り忘れたとかでね、後悔した方たくさんいると思うので、まあ今でこそね、その毒目覚めの上書きとかのスキルは結構増えてきましたけど、まあ1体はしっかり確保しておきましょうね。で、その他にもリーダースキルが調整されております。エリザベス&タナトスが闇を5個以上つなげた時に半減がかかるようになって、なおかつ2倍だったものが 2.5 倍になったと。全パラ 1.5 のキャラが半減持つの多くない？まあ、ゼレンバスとかでね、通用するのが、まあ、マリエルとかで分かってしまったので、まあ、今回エリザベス引いた方はそれでね、ゼレンバス挑戦してもいいでしょうし、まあ、半減侮れないんでね、リダフレで激減ですから、インドラですよ。はい、続きまして、ドロップキャラ、まあ、ボスですね、ダンジョンのボスの、ジュスティーヌ&カロリーヌのリーダースキル。スキル使用時2倍だったものが4倍になってます。攻撃力も回復力も4倍になりましたね。で、キングフロストに、リーダースキルが丸々追加されております。水の全パラ 1.5、 水の5個 L 字でダメージを軽減、攻撃力が6倍。これ使うのかな。はい。で、まあ、既存のキャラクターの、まあこの今から見るキャラは転生が追加されておりますけども、普通のベースの覚醒も調整されております。ゆうきさんに関してはスキブが1個増えたのかな。で、なるかみさんに関しては指が1個追加になってます。で、あまみやさんに関してはスキブが追加で、エリザベスさんに関してはスキブがギュッとなって指が1秒分で、この辺がね、本当にあの金卵なんですけど、やばくないっすか。まあ、この東条さんかな、悪魔キラー2個持ちで、潜在も悪魔触れるんですよ。そんな子がさ、スキブが3つになってさ、で、無効貫通も持ってるんですよ。これ金卵っすよ。やばくないっすか。で、アイギスに関してはバインド耐性がついて、コンボ強化。で、花村さんがスキブが4のキャラ、かつウェイが5。で、クマ、封印耐性で、操作負荷耐性素で持ってて、追加攻撃もあってコンボ強化。で、新島さんに関してはスキブが追加されて、無効貫通と攻撃キラーと神キラー。これさ、なんかもうさ、下手なダイヤより全然強いんだよな。まあ、コラボっていうのはあるんですけど、まあ、それで言うとコラボ禁止のサブアカのシゲドラは全く関係のない話なんですけど、今こうやってペチャクチャ喋ってますけど、まあ、それは置いといて、明智さんもスキブが3つになって、50% 以下強化を持ちながら封印耐性とマシンキラーで、モルガナバインド耐性をそのままゲット、あ、スキブがギュッとなってバインド耐性ゲットしたのか。で、ダンジョンのボスのジュスティーヌ&カロリーヌがスキブが2個になったと。で、ピクシー、これがあの、アシスト進化前ですね。進化前の、まあ、ドロップする形のやつ。それが、封印耐性2個、回復 L 字のチーム回復強化2つ。で、その武器化後が泥強化2個追加になってますね。
で、ジャックフロスト、これも、進化前が指が 0.5 が2個追加のコンボドロップの覚醒キラーと、まあ、強化合成用キラー。これ系ダンジョンドロップで多いんですけど、まあ、ステータス的にも他の覚醒的にもこのキャラはそんなになんか刺さる瞬間っていうのは来ないかなと思いますけどね。まあでもダンジョンドロップさんは本当に確保しておいて損はないので、しっかり確保しておきましょう。アシスト進化後が泥強が2個追加になってますね。で、まあ同じ流れでケルベロス、アギダインが強化されるのかなって思ったら、ケルベロスは、進化前だけ強化になってます。暗闇が1個追加されて2個になったのと、スキブと、進化用キラーと、お邪魔のカゴが2つ。なんだろうね。まあ、ここ最近なんかのイベントでデネボラを使わされるっていう縛りあったんですけど、スターチャレンジかな。まあ、そういう時とかね、編成したいっすよね。むしろ、お邪魔で思いつくのがその辺しかいないっていう。はい、続きまして、リーダースキルが追加されたキングフロストなんですけども、泥鏡、水の泥鏡が1個増えて、封印耐性、スキブ、L字、マシンキラー、回復キラーっていう、なんかちょっと戦えそうな、リーダースキルに加えて、なんかちょっと戦えそうな覚醒スキルが追加になってます。で、超覚醒も最初に見たキャラに加えて、星5のキャラも追加になってます。この、東条さんやばくない？スキブプラス持ってるよ。ほら、スキブ5の、無効貫通持ちの封印もあって回復強化もあって悪魔キラー2個で潜在も悪魔キラー触れるっていう、スキブを盛りながら悪魔特化にできるんですよ。とかね、もろもろね、かなりコスパのいいガチャだと、コラボガチャだと思いますので、まあ、狙った星6が引けるかどうかわからない、まあ、ヒロアカにね、突っ込みまくっちゃうよりかは、こっち一定引いた方がいいかと思われます。ダンジョンドロップのジュスティーヌ&カロリーヌもスキブ4になるんだね。だいぶスキブが積みやすい時代になってきたのか、時代を感じますね。金卵。ドロップモンスターが強い。まあ、情報はその辺にしておいて、ガチャに関してはいつもの開催記念と、1個と、まあ、120円かなのやつと、魔法石10個プラス、霞の確定、あ、霞が、奇世界ドロップ枠なんですね。まあ、さっきのこちらですね。最近の、まあ、確定ドロップ枠なんで、ちょっと確率は低いと思うんですけど、最近の星5のね、奇世界ドロップ枠で言うと、まあ、ナイトアイとかいましたけど、ヒロアカだと。その辺もめちゃくちゃに強いんでね。まあ、美課金の方は、もし引けてなかったら買うのも全然ありだと思います。で、魔法石20個プラス星6確定ガチャもあります。2440円です。まあ、そんな感じでコラボダンジョンもあって、もろもろドロップして、アシスト進化に必要なブランクカードとかね、これもちょっと多めに集めとくといいですよ。で、スペシャルダンジョンのペルソナチャレンジもあるので、これクリアしてガチャ1回、まあ、ログインと合わせて無料で2回かな、最初引けると思うので、これしっかりクリアしましょう。で、交換所がこれまでモルガナだけだったんですけども、なんかイヤホンが追加になってますね。これが、あ、アシスト武器で、まあそうか、そりゃそうか。耐性1個ずつ。で、8ターンで使えるもので、5ターンの間受けるダメージを軽減。覚醒無効状態を5ターン回復。まあ、あんまり武器のない方はこれ全然使えますんで、耐性武器は本当にね、まあ、腐ることはないんで、はい。確保しておきましょう。こっちのイヤホンもそうか。耐性一つずつに加えて、こっちは指を伸ばすのかな？で、消せないドロップを回復すると。全然いいじゃん。まあ、しっかりダンジョンも回ってね、この辺もゲットしておきましょう。で、モンスター交換所、まあ、星6しっかり交換できるんで、まあ、第1弾ね、結構引いてた方は、まあ、最初にも言ったんですけど、今回そんなに苦労しないコラボガチャになるかなと思います。おめでとうございます。まあ、そんな感じで7月27日、10時からコラボがやってきますので、楽しんでいきましょう。このチャンネルでも、ガチャ動画だったり、使ってみた動画だったりをどんどん上げていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をしてお楽しみください。ということで、本日は以上です。さよなら。